さて始まりましたゆうてつライナー。皆さんは社用基地に行ったことはありますでしょうか。今回は JR 那穂駅のすぐ近くにあります社用基地札幌運転所に来ています。今回は札幌運転所にいる社用を少しだけ紹介します。まず最初に紹介します社用は特急すずらんで使用されています785系です。こちらの電車の特徴としますと、前後の車窓を見ることができる JR 北海道では唯一の特急電車です。先ほど撮影した場所から小樽方面へ歩いていきますと、西山口踏切があります。西山口踏切を渡りますと、奥の方には JR 北海道のマーク、こちらは JR 北海道の研修センターです。 JR 北海道の研修センターは以前までは苗穂にありましたが、苗穂駅の新駅舎と苗穂地区の再開発で現在の稲穂へ移転しました。車庫の方にカメラを向けますと、こちらの車両は721系 F の3202です。主に特別快速エアポートや快速エアポート、区間快速エアポートなど6両編成での運用に入っています。しかしこちらの車両は今後733系4000番台に置き換わっていく車両だと思われます。さらに奥の方を撮影しますと、3両編成の721系がいます。お次に紹介します車両は何やら黄色い機関車が止まっています。こちらはザ・ロイヤルエクスプレスで使用されています機関車、車両は DE15 です。建物内にいます車両はこちらで最後です。右から789系0番台、主に特急ライラックで使用されています。そして785系、今回2編成こちらにいるということで、この日の特急すずらんの運用は特急カムイで使用されています789系1000番台が使用されていると思われます。そしてその隣には721系、ちょっと柱で番号までは見れませんが、この後調整して番号を見れるようにしておきます。こちらは F の4204です。こちらの車両もメインは特快区のエアポートで使用されています。そしてこちらは先ほど柱で番号が見えなかった車両ですが、 F の3019です。お次は屋外に停車しています車両を紹介します。こちらにはキハ261系1000番台、そして手前の方には DE10、ちょっと撮るスピードが速かったので次の紹介する車両も見えてしまっていましたが、お次に紹介します車両はこちらの733系4000番台、 JR 北海道では最も新しい車両です。現在では2編成しかいませんが、今後さらに増備されると思われます。さらに情報によりますと、車内にはLCD という液晶モニターや4号車の指定席にはコンセントがついているという情報があります。運用される日がとても楽しみです。そしてこちらは737系、こちらの車両もとても新しい車両です。そして最後は733系4000番台です。今回撮影してきた動画は全て紹介することができました。それでは今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。